伊勢上トンネル、伊勢上トンネルは愛知県豊田市の伊勢上峠にある国道153号のトンネルである。延長1245メートル、福音6.5メートルのトンネルで1960年5月に開通し、同年7月1日から日本道路公団による有料道路として供用された。過疎対策として愛知県が 建設費を肩代わりすることで1971年4月1日に無料開放された。トンネル前のドライブイン、伊勢神付近には道路が広くなった場所があるが、これは料金所の名残である。トンネルは上下1車線ずつの対面通行でありトンネル内に歩道はない。現行の道路構造例に対してトンネルの車道員が狭いことから2007年3月30日より、 大型対抗車の接近を知らせるための大型車接近表示システムの運用を開始している。2010年の名古屋国道事務所の調査によれば、平日の交通量は1日あたり4241台で、その28%が大型車だという。高さ3.5メートルの車高制限があり、基本的には大型トラックの1番タイプのほとんどとエアロキングや、 アストロメガなどの2階建てバス全車、スーパーハイデッカーの観光バス車両の大半、一部のハイデッカーの観光バス車両は、当トンネルを通過できない。ただし先日の通り大型トラックも多く通過する、幹線国道のトンネルであり、大型トラック同士がトンネル内ですれ違う場面も見られる。この場合壁面ギリギリまで寄せるため、バンタイプの場合トンネルの壁面で、 二台の角を吸ってしまうことがある。トンネル断面不足及び前後の線形の悪さを解消するため、2012年度より伊勢神改良事業が行われている。現トンネルの北側に2 4トルのバイパスを通す計画で、うち1 9トルがトンネルである。これにより上下線を合わせた車線の幅は5 3ルから6 5ルへと拡大される。 事業規模は80億円。事業期間は10年を見込んでいる。ありがとうございます。